マンマミーア、マンマミーアは、アバのヒット曲22曲にて構成される、いわゆるジュークボックスミュージカルの代表作の一つ。イギリスの劇作家、キャサリン・ジョンソンが、アバの曲を元にして、脚本を執筆し、アバメンバーのベニー・アンダーソンとビョルムルバースが、音楽を担当した。1975年のアバのヒット曲、と同名の題名が付けられた。この曲を作曲した、 ウルバースとアンダーソンが最初から制作に関わった。アバメンバーのアンニ・フーリット、リングスタッドは制作の経済的支援をし、世界中のプレミア公演の多くに登場している。タイトル曲の他に、ダンシング・クイーン、ノーイング・ミー・ノーイング・ユー、テイク・ア・チャンス、サンキュー・フォー・ザ・ミュージック、マネー、マネー、マネー、ブーレブー、SOS などのヒット曲が使用されている。 延べ6000万人が鑑賞し、1999年の公開以降世界中で20億ドルを上げている。2008年7月、メリルストリープ、コリンファース、ピアース・ブロスナン、アマンダ・セイ・フライド、クリスティーン・バランスキー、ステランス・スカルス・ガルド、ジュリー・ウォルターズが出演した映画化作品、マンマ・ミーヤが公開された。現在、ロンドンのウエスト・エンドのほか、 各国のプロダクションが公演を行っている。ブロードウェイ公演は14年間の上演を終え2015年9月に閉幕し、8番目に長いロングラン公演となっている。通常の公演は、だいたい2時間半で途中15分間の休憩が入る。ギリシャの小さな島のホテル、サマーナイト式食べるなを舞台とした母子家庭の物語。 大人から子供まで楽しめるミュージカルのため、世界各地でロングランとなっている。1999年4月6日、アバがユーロビジョンコンテストで優勝した日のちょうど25周年に当たる日、ロンドンで初演されたことも話題となった。2009年7月現在、世界10都市、ロンドン、ニューヨーク、トロント等で公演されている。2015年4月、 ロンドン公演は16年を超えた。また、2001年10月18日に始まった、ニューヨーク公演は、ブロードウェイ史上8番目のロングラン記録を樹立したが、2015年9月12日に、先週楽となることが発表された。さらに、メリルストリープ主演によるハリウッド映画化が行われ、マンマミーや、欧米諸国では2008年7月に封切られた。日本公開は、 世界で最も遅い2009年1月30日から公開され、同年6月4日に上映は終了した。1972年から1982年に活動していたスウェーデンのポップ、ダンスグループで世代を超えて世界的に最も人気のあるポップグループの一つであり、ヨーロッパ、北、アメリカ、オーストラリアのチャートで何度も第一位を獲得した。 アバの曲を元にしている。1999年、ロンドンでの開幕後、イギリスでガサイドチャートで第1位を得た。このミュージカルはプロデューサーであるジュディ・クレイマーの発案によるものであった。1983年、彼女は作曲家のウルバースト・アンダーソンがティム・ライスのミュージカルジェスに携わっている時に出会った。彼らは彼女にアバのポップ曲、 The Winner Takes It All が舞台化に向いているのではないかと提案した。彼らはそれほどの力ではなかったが、かといって反対でもなかった。1997年、彼女はキャサリン・ジョンソンにこのミュージカルの脚本の執筆を依頼した。1998年、フィリダ・ロイドがこの作品の演出家となった。1999年4月6日、 ウエストエンドのプリンス・エドワード・シアターで開幕し、2004年6月9日から2012年9月まで、プリンス・オブ・ウェールズ・シアターで上演され、その後、ノベロ・シアターに移行した。フィリダ・ロイドが演出、アンソニー・バン・ラストが振り付けを担当し、オリジナルキャストには、シュボーン・マカーシー、リサ・ストック、ヒルトン・マクレーンが配役された。ブロードウェイとの契約前、2000年5月、 トロントのロイヤル・アレキサンドラ・シアターで北アメリカ初演として開幕し5年間上演された2000年11月17日から2001年2月17日のカリフォルニア州サンフランシスコのオルフェウム・シアターでアメリカ初演となりその後2月26日から5月12日ロサンゼルスのシュバート・シアターで上演され5月13日から8月12日 シシカゴのキャデラックパレスシアターで上演された。ブロードウェイのウィンターガーデンシアターにて2001年10月5日からプレビュー公演が開幕し10月18日に正式に開幕したフィリダ・ロイドが演出アンソニー・バン・ラーストが振り付けを担当したブロードウェイ史上8番目に長いロングラン公演となっているほかジュークボックスミュージカルで 最長ロングランとなっている。2013年4月18日、翌年からウィンターガーデンシアターでミュージカルが上演されるため、年末までにブローダーストシアターに移行することが発表された。2013年10月19日、ウィンターガーデンシアターでの上演が閉幕し、11月2日にブローダーストシアターで開幕た。2015年4月9日、9月5日で閉幕する。 ことが発表された。その後、4月21日1週間に延長の9月12日に閉幕することが発表された。ブロードウェイで5773公演上演されて閉幕した。アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブラジル、カナダ、中華、人民共、和国、コロンビア、クロアチアチェコデンマークドイツエストニアフィンランドギリシャ。 ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イスラエル、日本、ヨルダン、ラトビア、リトアニア、マレーシア、メキシコ、モナコ、オランダ、ニュージーランド、パナマ、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、クウェート、セルビア、シンガポール、スロバキア、スロベニア、南アフリカ、大韓民国、スペイン、スウェーデン、スイス、台湾、太陽国、トルコ、アラブ、ゼニリス、 アメリカ合衆国を含む全6大陸40カ国以上で上演者、ドイツ語、日本語、オランダ語、韓国語、スペイン語、スウェーデン語、フラマン語、ロシア語、ノルウェー語、イタリア語、デンマーク語、フランス語、ポルトガル語、中国語、ハンガリー語、チェコ語、ポーランド語、セルギア語、クロアチア語、スロベニア語、アイスランド語の21カ国語に翻訳されている。 世界中で6000万人以上が感激し、ミュージカル史上数多くの都市での上演に最速で達した記録を持つ。ロンドン公演後、初の公演は2000年5月22日から2005年5月22日のトロント公演で北アメリカ初演となった。オリジナルキャストはドナ役にルイス・ピトア、ソフィア役にティナ・マディガンが配役され、後のブロードウェイのプレミア公演を呼び初の アメリカツアー公演にも出演した。2003年2月から2009年1月4日、ラスベガスのマンダレーベイで上演された。2005年6月、ラスベガスで旋回公演を迎え、ラスベガスでのウエストエンド、ブロードウェイミュージル作品最長ロングラン記録となった。ここで使用された衣装や物体装置は、ブラジル公演で使用されている。2014年、 ラスベガスのトロピカーナホテルで再演されることとなった。2002年2月、ロードアイランド州プロビデンスで北米ツアー公演が開幕し、2008年の6周年、記念現在120都市以上で上演された。2002年11月3日から2007年9月8日、英語版以外の初の公演として、ハンブルクのオペレッテンハウスで上演された。2004年には、 シュトットガルト2007年にはエッセンで開幕し、ドイツ3都市で同時上演された初めてのミュージカルとなった。ロンドン、トロント、メルボルン、ニューヨーク、ハンブルク、東京、ラスベガス、ユトレヒト、ソウル、シュトットガルト、マドリード、ストックホルム、アントワープ、モスクワ、エッセン、ベルリン、オスロ、メキシコシティ、ミラノ、コペンハーゲン、パリ、サンパウロ、 上海、ブエノスアイレス、ウィーン、ヘルシンキで開幕時に閉幕日を設定しない高級的公演が上演されている。2004年9月9日、ヘレン・ホブソンがドナ役に配役されて、ダブリンから世界ツアー公演が開幕し、35カ国74、都市以上を訪れ50万人が感激した。オーストラリア、アジア、オーストラリア、中国、フランス、ドイツ、 日本、オランダ、北、アメリカ、スペイン、南アフリカ、韓国、イギリス、アメリカなど、世界中でツアー公演を行なっている。オランダの女優ローンバン・ローゼンドルが、ドナ役で、オランダ、ベルギー、ドイツの3カ国でそれぞれ違う言語で演じた。南アフリカツアー公演ではすべて地元の出演者により2010年8月11日に、 ケープタウンのアートスケープシアターで開幕し、3ヶ月後ヨハネスブルクのテアトロモンテカジノで上演され。中国公演は2011年7月11日に上海大劇院で開幕し、短いツアー公演が行われた後2012年1月18日に上海カルチャースクエアで閉幕した。上海で近代の西洋ミュージカルがヒットしたのは、これが初めてであった。 6施設で計190公演が行われ、延べ25万人が感激した。シャドウ・ゼンがドナ役を演じた。2012年1月24日、世界ツアー公演の一環でマニラのフィリピン文化センターのメインシアターにて開幕した。1週間の予定であったが公表につき2月19日まで延長することが決まった。サラ・ポイザーがドナ役、シャーロット・エイクフィールドが ソフィ役、ケイト・グラハムが、タニア役、ジェニー・デールが、ロジー役、デイビッド・ロバーツが、スカイ役に配役され、2014年3月4日、ジョン・ハーディングによるすべて新しい装置デザインにより、オークランド・シビック・シアターにて、ニュージーランドツアーが開幕した。世界的舞台女優デリア・ハンナが、ドナ役、ニュージーランドの人気エンターテイメントアイコンの、ジャッキー・クラークが、 ロジー役に配役された。2014年から2015年にかけて10都市で上演した。またロイヤルカリビアンのクオンタム・オブ・ザ・シーとアルア・オブ・ザ・シーの戦場でも演じられた。ミュージカルを上演する他のクルーズ船と違い、この公演はカットせず全編上演された。2014年12月12日、チェコの首都プラハで開幕した。 この作品で17カ国5名の上演となった。開幕日の公演は7万枚を売り上げた。2015年2月21日、ポーランドのワルシャーにあるローマミュージカルシアターで開幕した。2015年3月27日、セルビアのベオグラードにあるで開幕した。2015年6月、スロベニアの首都リブリアナで行われたリブリアナサマーフェスティバルの屋外劇場にて、 スロベニアプロダクションによる公演が行われた。2016年3月18日、パナマのパナマシティにあるオットーラ・パ・コンベーションセンターのアナヤンシシアターにて演出による公演が開幕した。ギリシャのカロカイリジまで20歳のソフィが婚約者スカイとの結婚の準備をしている。ソフィは父親と共にバージンロードを歩くことを願っているが、父親が誰なのか分かっていない。 ソフィは母親の古い日記を発見し、サムカー・マイケル、ビル・オースティン、ハリー・ブライトという三名の男性と親密なデートをしていた記述を見ける。ソフィはこの三名のうちの一人が父親と信じ、式三ヶ月前に許可なく母親、ドナの名で三名に招待状を送る。式前日、ドナは自身が経営する食べる名に招待客を迎え入れる。 最初に到着したのは、ドナの旧友で3回結婚離婚を繰り返した、裕福なタニアと、未婚で気ままなロジーである。3名はかつて、ガールグループ、ドナザ・ダイナモスを結成していた。3名は近況を報告し合う。その後、ソフィの父親かもしれない、アメリカ人建築家サム、イギリス人銀行家、ハリー、オーストラリア人冒険作家ビルが到着する。 ソフィは彼らに招待したことをドナに言わないよう約束させる。ドナは元恋人たちの登場に驚き涙を流す。ドナは泣きながらタニヤとロジーに状況を説明し、二人はドナを励ます。タニヤとロジーはドナに昔と変わらず若いと慰める。ソフィは一目見れば父親が誰かわかると思ったが逆に混乱するだけであった。ソフィは 自分がしたことを隠しつつ、スカイに相談するが、スカイはソフィに必要な男性は自分だけだとこ。ソフィの変パーティーにて、ドナーザ・ダイナモスが昔の衣装を着て、を演奏する。サム、ビル、ハリーが誤って入室し、他の参加者たちは彼らも参加させる。ソフィはサムと話そうと外に連れ出す。サムは自分がなぜ招待されたのか尋ねると、ソフィは 罪悪感を感じて逃げ、ハリーと話しに行く。しかしハリーは、ソフィの父親が、パーティーに来ているのか尋ね、ソフィは真実を打ち明ける。最後に、ビルと話すとソフィはビルが、遺産すべてを、ドナ一家に残したソフィアの甥いだと知る。ビルは、ソフィがまだ赤ちゃんだった頃に同居していた、ドナの友人の遺産で、ドナが食べるなを立てたという話を聞いて、その友人というのが、 ビルのおばだと判明する。このことから、お互いが親子ではないかと考える。ソフィはビルにバージンロードを共に歩いてほしいというが、ビルはまずドナに相談したいと語る。ソフィの父親について誰も知らないどころか、ドナでさえも三人と同時に付き合っていたため誰が父親なのか分かっていない。ソフィは三人に、ドナには何も言わないよう約束させる。ビルは、 バージンロードを歩くことに同意する。その後、スタグパーティーに参加していた男性たちも含む全員が、変パーティーになだれ込む。ダンスの途中でサムはソフィを端に引き寄せ、なぜ自分が招待されたのか分かったと語る。サムは自分こそが、ソフィの父親だとして、翌日のバージンロードを共に歩くと語る。その後ハリーがソフィに近づき、これまで気づかなかったことを詫び、ハリーもソフィが、 自分の娘であり、バージンロードを共に歩くと約束する。ソフィは混乱して、パーティから去り、彼らを誰も落胆させたくないと考える。ソフィは、自分とバージンロードを歩くために三人が戦う、悪夢を見て、目が覚め絶望する。ソフィは落胆し、ドナはソフィが、結婚式を中止したがっていると思い込み、すべて自分に任せるように語る。ソフィは怒り、 将来自分の子には父親を知らないなどという状況にはさせない語る。ソフィは部屋を駆け出すと、サムが入ってきて、ドナにソフィはすべてを知っているのではないかと語るが、ドナは聞く耳を持たない。ドナは、サムとの不倫の終焉後、二度と会いたくないと思っていたのである。しかしドナが一番気になっていたのは、サムであり、お互いやり直したいと思っているのである。ビーチにてハリーは、 タニアに、父親というものは、結婚式で何をしたらいいのか尋ねる。タニアは、自分の経験から、アドバイスと資金の提供と語る。食べるな従業員のペッパーがタニアにアプローチするが、タニアはそれを跳ねつける。スカイはソフィがなぜ、サム、ハリー、ビルを招待したのかを知る。スカイは、結婚式が成功すればおのずと父親が、判明するのではないかと語る。 しかしスカイはソフィがこのことをずっと黙っていたことに傷つく。スカイが出て行くとサムが入ってくる。サムは過去の結婚の失敗からソフィに父親的アドバイスをしようとするが、ソフィにとっては慰めにもならない。ハリーはドナに結婚費用を用立てたいと語り、二人は昔を思い出す。ソフィが戻り、ドナはソフィがドレスに着替えるのを手伝う。ドナは 自分の娘が嫁に行くのをまだ信じられない。ドナは、見込んで、ソフィを妊娠したとき、母親に感動されたことを語る。二人は仲直りし、ソフィはドナに共にバージンロードを歩いてくれるよう頼む。サムがやってきてドナとまた話そうとするが、ドナは、サムとは会いたくないため出て行くよう語る。サムは拒否し、言い,い争いになる。ドナはサムが婚約中だったと知ったときとても傷ついたと、 語る。ドナがきつく当たろうとも、二人は今も深く愛し合っているのである。ロジーが式場となる食べるなの最終チェックをしていると、ビルがやってくる。ビルはドナが祖父とバージンロードを歩くと知って落胆する。ビルは孤独を痛感するが、ロジーはビルに惹かれており、最高を促す。二人は良い雰囲気になるが、招待客たちはやってきてロジーは焦る。 結婚式が始まり、ドナはソフィとバージンロードを歩く。神父が式を開始しようとすると、ドナはソフィの父親がこの会場内にいると宣言する。ソフィは自分の父親が誰か知っているとドナに話す。ドナはソフィが父親探しのため3名を招待したことに気づく。しかし決定的証拠がなくソフィの父親は不明なままである。誰が父親かは問題ではなく、 ソフィが三名とも愛しており、三名とも三分の一の父親で幸せで、ソフィは今のところ幸せな人生を送っている。最後にハリーはこれまで語ってきた現在の片割れが男性であることを明かす。突然、ソフィは式を中断する。ソフィは結婚する心の準備ができておらず、スカイも結婚中止に同意する。 サムはこれを機に結婚式のために準備してきたものを無駄にしてはいけないドナにプロポーズする。サムはあの後別の女性と結婚してからもドナを愛し続けてきたと語る。サムは当時の婚約者との結婚を中止して島に戻ってきた時ドナがビルと一緒にいると聞いたのだった。サムは地元に戻り婚約者と結婚して子供も儲けたが離婚したのである。最終的にドナは サムのプロポーズを受け入れる。サムとドナは結婚し、その夜、遅く、ソフトスカイは、世界一周旅行に出かける。カーテンコールの後、ダズユア・マザーノーのインストゥルメンタル版が流れ、ドナ、タニア、ロジー、サム、ビル、ハリーは、アバ風の衣装で、マンマミア、ダンシングクイーン、恋のウォータールーを歌う。アンコール、ロンドンでのプレビュー公演中、プロローグの直後に、 あり、リサ、タニヤ、ロジーが到着する、結婚式のリハーサルのシーンで、が使用されていた。現在この曲の一部が、ザ・ウィナー・テイクス・スイット・オールの最後と、テイク・ア・チャンスをつなげる BGM として流れている。アントラクトでも、サマー・ナイト・シティの一部の旋律が流れ、ドナが3名の男性と再会する直前、タベルナのドアを直しながら、の一部の旋律をハミングする。 メキシコ公演ではドナがアバのオリジナルスペイン語版の歌詞を歌う。ドイツ公演ではレイ・オール・ユア・ラブ・オン・メの直前スカイがキング・コング・ソングの一部を歌う。スウェーデン公演ではニクラス・スリースベックが同曲を歌う。ロシア公演ではアンドレイ・コザンがサマー・ナイト・シティの一部を歌う。世界ツアー公演ではスカイがウルバースト・アンダーソンの、の一部を歌う。 2015年の世界ツアー公演ではスカイがの一部を歌う。ソフィがバージンロードを歩く結婚更新曲はダンシングクイーンのスローバンである。制作人は1982年にレコーディングされてリリースされていないを使用する予定であった。1999年3月の初演直前にカットされたがプレビュー公演のプログラムには記載されたマッとなった。 アンコール後のオリジナルのエンディングは、ギミ、ギミ、ギミ、SOS、ブーレブー、ダズギア・マザーノー、マネー、マネー、マネー、ダンシング・クイーンを含めた助曲や、アントラクトのようなインストゥルメンタルの5分間の曲であった。その後、ダンシング・クイーンの短縮版に置き換えられた。アンコール、フィナーレにて全員で演奏される曲は、マンマムや、ダンシング・クイーン。 恋のウォータールーである。このマンマミアは当初よりカンパニーにより演奏されている。その後客席を巻き込むドナーザ・ダイナモスのダンシングクイーンが追加された。ダンシングクイーンのイントロで70年代のアバ風のカラフルで光る衣装を着たドナー、タニア、ロジーがカンパニーに参加する。恋のウォータールーになるとサム、ビル、ハリーもアバ風の衣装を着て参加する。 アンコールの曲は、ブロードウェイ公演5周年記念キャストレコーディングに収録されている。ブラジル公演では、この3曲は英語のまま演奏された。恋のウォータールーはポルトガル語版があるが、この作品では使用されなかった。日本公演では、恋のウォータールーの見英語、他は日本語で演奏される。日本公演では、千秋楽などの際には、この3曲に加えて、 サンキュー・フォー・ザ・ミュージックが演奏される。冬休み期間のロシア公演では、アンコールに、が演奏される。日本では、劇団式のミュージカルとして、マンマミーア、というタイトルで2002年に初演されロングラン、公演されている。東京、汐止めの電通式劇場、海の落としとして上演。2005年に1月9日から、大阪式劇場の落とし演目として、 大阪にて上演されており、大阪式劇場では2007年2月12日が先週楽。2007年5月19日より2007年9月30日まで福岡式劇場にて公演。その後新名古屋ミュージカル劇場で公演が行われたが、2009年2月28日をもって先週楽。2010年5月23日に広島公演が開幕。 7月19日先集落、2010年8月6日に、静岡で開幕、10月10日より、仙台での公演が決定。さらに、12月には、電通式劇場、海で再演されている。アバは、現在に至っても、歌詞の翻訳、つまりは、訳詞等を、原則認めていないが、このミュージカルにおいては、例外として、 各地の言語に翻訳して上演することを認めている2009年7月現日本語、ドイツ語、韓国語、ロシア語、中国語等計14言語日本語版劇団式版のミュージカルマンマミーアの CD は2014年4月30日から販売されているなお、おおむね2002年以降日本ではマンマ,マンマミーアをマンマミーア。 と表記しているが、これは同年劇団四季が日本語版を制作した際に付けた同劇団独自のタイトルが普及した子によるものであり、それ以前のカタカナ表記はママミアであった。同名のアバのシングルは日本でもママミアと表記している。しかし2002年8月7日、ユニバーサルミュージック劇団四季、スウェーデン大使館とアバの曲名、ママ、ミアの表記について話し合いを行い、 その席上、今後のアバのママミアの表記はすべて、マンマミアに変わることとなり、ミュージカル、マンマミアと同じ表記にすることを公式に決定した。ジュディ・クレーマーとゲイリー・ゴーツマンが、プロデュース、キャサリン・ジョンソンが、脚本、フィリダ・ロイドが監督、トム・ハンクス、リタ・ウィルソン、ビョロン・ウルバース、ベニー・アンダーソンが、エグゼクティブプロデューサーを担当して映画化された。 メリル・ストリープが、ドナ・シェリダン役、アマンダ・セイ・フライドが、ソフィ役、ピアース・ブロスナンが、サムカー・マイケル役に配役され、他にクリスティーン・バランスキー、ドミニク・クーパー、コリン・ファース、ステランス・カルスガルド、ジュリー・ウォルターズが出演した。2008年7月18日に、アメリカで公開された。ミュージカルで使用された、アンダー・アタック、ノーイング・ミー・ノーイング・ユー。 サンキュー・フォー・ザ・ミュージック以外のほとんどの曲が映画版でも使用され。ただし、Knowing Me Knowing You はウェディングソングとして、サンキュー・フォー・ザ・ミュージックは最後のクレジットの後半に歌われている。クレジット前半では、Dancing Queen ンンリプライズと恋のウォータールが使用され、マンマ・ミア・リプライズと I Have a Dream がクレジット前に歌わる。ちなみに、I Have a Dream は 映画冒頭ソフィが招待状を出すシーンでも歌われる。ミュージカルでは使用されなかったが映画版で使用され、サム、ドナ、カンパニーによって歌われる。アワーラストサマーは映画では前半で使用され、ソフィ、ビル、サム、ハリーが歌う。きらめきの序曲は撮影はされたが、最終的にカットされた。この曲は2、前編収録され、短縮版が DVD。 ブルーレイの特典映像として収録された。また、セイフライドが演奏するサンキュー・フォー・ザ・ミュージックは隠しトラックとして収録されている。世界中で毎日少なくとも7公演が上演されている。2005年5月15日、公演1500回を迎え、サウンド・オブ・ミュージック、王様と私、くたばれ。ヤンキースを超える記録となった。2014年3月6日、 公演5124回を迎えて、レントを超え、ブロードウェイ史上9番目に長いロングラン公演となった。ロシア公演もとても好評で、2008年1月、ロシア部隊史上最長ロングラン公演となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。